ジョナサン、これがビヨンド1のマンモス病院、ビヨンド中央病院 BCCH だ。でかい病院だな。さあ、北条の手がかりを探そう。BCCH のロビーだぞ。これだけのマンモス病院だ。北条の知人を探すのも一苦労だろうな。しかし今はそれしか道はない。気を持ち直して北条の手がかりを探そう。からじゃ聞こえんよ。それに彼女は手洗い看護婦だ。北条のことは知るまい。手洗い看護婦？手術に同席する医者の助手だ。病室を管理する外回り看護婦とは違う。なるほど。そんなつもりで声をかけたんじゃないんだが。どうされましたか？いや、実は初心の方ですね。こちらのアンケート用紙に症状を詳しくご記入ください。違うんだ、俺たちはどこも悪くはない。は？俺たちはビヨンド警察の者なんだが、ちょっと聞きたいことがあるんだ。警察の方？何でしょう？実は人を探してるんだが、北条健三という人物だ。徳川製薬のプロパーで、この病院にもよく出入りしているらしいんだが。徳川製薬のプロパーの方ですか？知らないか。プロパーの方は関係者用の通用口から出入りしますので分かりません。誰なら分かる？そういう件でしたら当病院の理事長に相談されては。理事長ね。どちらにせよ理事長の許可が必要ですから。Thank you.
あなたたちが刑事さんね。受付から連絡もらったわ。あなたがこの病院の理事長？そうよ。女だとは思わなかった？いや、受付で聞いてはいたんだが。少しホームなまりがあるな。私は BCCH 理事長のクリス・ゴドウィンです。私は BCP 風紀課のエド・ブラウン。俺はジョナサン・イングナム、 OLA で。ああ、そうだ、やっぱりそうだわ。どこかで見た顔だと思った。あなたたちポリスノーツのエドとジョナサン？どうして？私よ、覚えてないかしら。一度少女雑誌のカバーを一緒に撮影したでしょ。もう30年も前だけど。お、あのモデルのクリスちゃん。そうか、女らしくなって。あのクリスか、モデルか。受付でも言ってたな。もうすっかりおばちゃんよ。そうね、あなたたちなの。会えて嬉しいわ。で、どんな用件？実は行方不明になったある人物の足取りを追っている。北条健三という。北条？聞かないわね。ここの患者なの？その男、徳川製薬のプロパーなんだ。徳川製薬でこの病院に薬を卸してるって聞いたんだ。ここの薬関係の担当者を紹介してもらえないか？ああ、それなら薬局の薬剤師に聞けばわかるはずよ。ここの薬の管理は全て彼に任してるから。それで？Thank you.
その手に持っているものは？マスキートよ。マスキート？ええ、加賀田の採血マイクロマシーンよ。このマスキート、プログラムがいかれちゃって制御できないの。ようやくさっき回収したのよ。クリスの子供？それは他人の子供よ。君の子供じゃないの？ジョナサン、よせ。ああ、悪かった。止まったわ。そっと捕まえて、外に出すと大変だわ。どうやって？カーソルでクリックするんだ。慎重にな。くそ、逃げられた。ああ、私の鼻に。クリス、じっとしてるんだ。動かないように。早くして。また逃げられた。ダメ！
おいしいところに泊まりやがった。ジョナサン、俺に任せろ。断る。俺が頼まれたんだ。こいつ、また逃げられるのがオチだ。二人とも、早く捕まえてよ。申し訳ない。くそ、また逃げられた。下手くそ。あ、刺されたわ。やだ、こんなところに。お、今度は胸だ。五章だから、ジョナーさん。俺の役目だ。俺は人生を恨むよ。やった、触った触った。ありがとう、ジョナサン。いや、こんなことならいつでも。ジョナサン、お前へな、後で感想を聞かせろよ。本当におかしな人たちね、ポリスノーツさん。まるでバディ映画から抜け出たみたい。ま、大事に至らなくてよかった。そうね。さあ、これからどうする？お二人さん。じゃ、薬局を見せてもらうよ。どうぞ、そこの扉よ。あ、ジョナサン。なんだい？そのタバコ、なんとかならない？これか。医者としては黙認できないんだけど。香水好きの女性としてなら黙認できるだろう。オッケーよ、脅迫がうまいわね。男と女の駆け引きさ。何の用だい、あんたら。薬なら窓口で。心配はいらない、俺たちは BCP のものだ。理事長の許可は得ていい。警察？石田さんでしょ、薬局の責任者の。はあ、僕は石田純だけど、一応ここの薬局を任されてるけど。で、どんな要件なんだい？今日伺ったのは徳川製薬の北条健三氏に関してなんだが。北条さん？あの人が何か？行方不明なんだ。そうなの。そういえばここんとこ見なかったな。知ってるんだな。知ってます。Thank you.
なんだか徳川に不満があるようだね。不満？そりゃあるさ。俺は北条さんとは違う。徳川の人間でも不満はあるのか。徳川には徳川にしかわからない内部事情があるんだ。その日の北条は？あの時は K9 を3セット持ってきて。ちょっと待った。3セットだって。徳川製薬のホワイトボードには100セットって書いてあったぞ。そんなバカな。ただのサンプルですよ。100セットもどうするんです。患者に配るんですか、発売前の薬を。なるほど、おかしいな。残りの97セットはどこへ。彼に変わったところは。そういえば何か怯えていたような。いつもは冷静な人なんだけど感情的だったな。これから徳川会長に会ってくるって本人はそう言ってましたよ。徳川会長、あの貞興か。会長は僕らには雲の上の存在だよ。面識もほとんどない。でも北条さんは違ってたな。よく会長に食事に招待されてたみたいだから。会長は大の日本人びいきなんだ。相変わらずレイシストだな。昔からあいつはそうだった。人種に偏見を持っていた。北条さんのことを会長なら何か知ってるかもね。佐藤家にはどこに行けば会える。会長なら徳川ビルにいるよ。コロニーの支柱が徳川グループのシンボリックビルになってるんだ。通常は支柱プロップって呼ばれてる。会長はいつもそこにいるはずだよ。そのプロップなら知ってる。ビヨンドで有数の名所だ。エド、そこへ行ってみよう。どうも、これで失礼するよ。出口はそっちだ。じゃ、刑事さん。ジョナサン、徳川ビルに向かうぞ。行けばわかるが、文字通りこのビヨンドを象徴するところだ。
ビヨンドへの観光客は必ず見に行く。そして徳川の力に圧倒される。